愛知県岡崎市で開かれた将棋教室。子どもたちが対局したのは16連勝中の史上最年少プロ棋士、藤井聡太四段でした。このイベントは将棋の魅力を伝えようと開かれ、岡崎市内に住む89人の小学生が参加。対するはデビューから16連勝、愛知県瀬戸市の藤井聡太四段ら10人のプロの棋士です。藤井四段らは子どもたちの前に置かれた将棋盤を順に回り、攻め方をアドバイスするなど将棋の奥深さを伝えていました。生で藤井さんが見られて嬉しいです。地元の、子どもたち相手に、させたっていうのはとても嬉しく思います。今日のように楽しく将棋を指して、どんどん強くなっていってもらえればというふうに思っています。藤井四段は明日岡崎市で開かれる将棋祭りで公開対局を行います。